あの私に免許取らないのかとか免許早く取れとか言う人周りにいっぱいいるんですけど、私は取るつもりはありません。昔は取るつもりあったんですけど、もう取るつもりは全くありません。なぜかというと、運転免許を取るためにまず膨大な時間がかかるということ、2つ目に運転免許を取ったとしても、私が運転をする時間をそこに費やすよりもそんなに頻繁に運転をするならば誰かに頼んで運転してもらった方があの安上がりであるということ、それからもう一つは免許を取るお金がもったいない。まあでもお金はもはや問題ではなくなってきたところはあるんですけど、まあ大体そういった理由です。あの運転免許を持ってると、まず一番よく言われるのはですね、実はこれが一番よく言われるんですけど、身分証明書として便利だからぜひ免許は取りなさいと言われるんですが、いや意味がわからないんですけど、身分証明書なんてのはいろいろあるわけです。運転免許証じゃなきゃ身分証明ができないなんて場所はこの世の中どこにも多分どこにもないと思うんですよ。ってか私はパスポートとかそういうものを使ってますけど、別に今まで困ったことはないです。まあ免許証の方が財布に入れやすいサイズであることは間違いないかもしれないけど、だったらまあそれに代わるような本人確認書類を用意することは別にできるわけでして、何もわざわざね、あの身分証明書1枚のために学科試験を受けて、30万とか払って、それでたまには更新も行く、そんな厄介な身分証明書が必要なのかというと、そんなはずはないんですが、よく私に免許証を取るようにと言ってくる人がいます。まあ、まだあの原付の免許だったらわかるんです、まあ、あのその点ではね、あの免許を使う必要ないけど、まあ、原付だったらばあのそれでもまた免許証と同じような身分証明の効果が得られるから、あの道路交通法の勉強にもなるし、ぜひ原付の免許取ってみたらみたいな言う人もいます。まあそれもあの非合理だとは思うんだけど、でもまだそれだったらわかりますが、あのね、まず免許を取るというために勉強して教習所などに通うなどね、もしくは試験場で免許を取るなど、まあ、いろいろやらなきゃいけないわけですね。それにかかる手間考えてくださいよ。いくらかかることかね、あの30万円ぐらい免許を取るのにお金がかかるんでしょ。その免許センターへの払う費用だけではなくて、そこで勉強とかね、練習とかしている間にあの仕事をしなきゃいけないわけですよね。で、私はもうこんな感じの生活をしますから、ここもまた別のホテルですけれど、いろいろあちこちこう転々としてね、免許センターなんか一体いつ行けばいいんだという生活を送っておりますから、もう無理なんですよ、そんなことするのはね。で、まあ自動車で移動しなきゃいけないんだったら、多少の長距離でもタクシーを使って乗ればいいわけですし、まあ、それからもしも日常的に運転をする必要があるんだったらば、その時は誰か運転できる人を頼んでですね、自動車を購入してその人に運転してもらえばいいわけですよ。もう必要がないんですね。あの前にもほらなんか1年ぐらい前にトヨタのセンチュリーを買おうかどうしようかみたいな動画を出して結局買わなかったっていうのはありましたよね。まあセンチュリーはちょっと面白いから買おうと思ったんですけど、でもやっぱあんなもん出してもあのセンチュリー代を稼げそうにないからやめようってことでやめたわけですが、免許を取るっていうのは多分まあ多くの人にとっては普通のことなんでしょうね。あの免許持ってない男はダサいとかね、別に私かっこいい男になりたくてあの免許取りに行くわけじゃないし、あのそれからまあ確かに私が自動車を運転して、それで自動車を運転してあちこち出かける動画を作ると面白いっていうのは、これはこういう指摘はとてもよくわかります。スーツさんが自動車を運転する動画を私はぜひ見てみたいので、だから免許を取ってほしい。うん、それは納得です。ただしかし私はしません。なぜかというと、自分があまりにも注意力散漫な人間であるということを分かっているからです。自転車でもこれたまに危険なんじゃないかと思うことがよくありますし、信号を見落としたりとかね、これ本当にあるんですよ、そういうことが。ちょっとね、そういうことをやってる人間としては、あの知識を得てね、あの運転のセンスをある程度もしかしたら磨くこともできるかもしれない。あのここでこうこのようにしてこうやってこうすると周りに迷惑をかけないとかね、適切なタイミングを測ることもできるようになるかもしれません。合流のところにもスムーズに合流したり、そのぐらいはできそうな気もしなくはありません。しかし根本的な自分の不注意さというところは一生治らないように思います。そして一回の事故で自分の命を失う可能性は十分にあります。そんな危険なことを私はしたくないんですよね。自動車ってただでさえ事故率が高いというか、ハンドルをこうやった時点でこう壁にボンと当たるようなものを私は操縦したいとは思いません。鉄道の運転の方がまだ安全なんじゃないのって気がします。まあ分かりませんけど、本当に分かりませんけど、私が自動車を運転するのと私が鉄道を運転するのと今この状態だったら鉄道の方が安全な気がする。まあでも それは当たり前か、当たり前かもしれない。あの鉄道はあのそう簡単に事故を起こそうったって起こせないような仕組みになってますんでね。自動車にはまず進路が決まっていないし、自動列車停止装置みたいなもないし、怖いですよね。上手い人の運転に乗せてもらうのは楽しいと思います。すごいね、こうブーンとかこう、おー面白いなーみたいな、こうね乗っててやっぱ思うんですけど、で運転したら楽しいだろうなっていう気持ちも私にもありますよ。でも怖すぎてね、自動車は私の手に負えるものではないなと思っているんです。だから主に3つあります。私が免許を取らない理由は、まず1つには、免許 の試験 の練習とか勉強とかをする時間があまりにももったいないということ。でそれでその間に他にいろいろなことができて、 YouTube の、ね、あの動画を出せば出すほどいろんな人に見てもらって、私の
名度も増えて、で業務がどんどん活発化していくわけなんですが、それを一時停滞させるということをしてまで免許を取るということにあまり重要性を見出せません。その重要性を見出せないということは、それつまりまず第一にみんなが言っている身分証明書という機能、身分証明書のためにそんなこといろいろやるか、それからもう一つは、自分がじゃあ仮に免許を持ったとしても、実際に自分が運転をするよりも単純に移動するということだけ考えるならば、前で誰かに運転してもらい、自分は後部座席に座って動画を撮ったりとか、それからパソコンで作業をしたりということをする方が効率的であるわけです。で、結局それは例えば自分の家に自動車があって、それでどっかへ行くということを考えるときにも、その自動車を使ってブンと行くよりも、まあタクシーの運賃だとまたちょっと高いかもしれないです。まあでも、まあ、タクシーとはいかないまでも、まあそれぐらいのですね、こうお金をこう、まあ、誰かに払って、それで運転してもらう方が後ろでいろいろできますんでね、その方が絶対いいはずです。特に、私みたいな人間であると、まあ、それはまた別の理由ですけれど、じゃあ別に今度ね、免許を私が取ったとしても、ちょっと自分が危険すぎるので運転をする気がさらさらありません。もちろん1回運転したからって事故ることはないと思いますけれど、でも何回も何回もやっていれば、そのうちとんでもないことをやってですね、それで自分の命をあわや失いかねないということ、これはね、十分に私にはあり得ることですね。生涯無事故というのは私にはもう到底考えられないことのように思いますので、事故を起こしてからじゃ遅いから、私は運転なんかするつもりがないですよ。運転する気ないのに免許取ってもしょうがないですけど、だから取らないというのは、これ非常に分かりやすいことだと思うんですけどね。でもあとは他になんか免許を持ってないとかっこ悪いとかね、まあ私はもうそんな免許証なんかに頼るようなね、価値のない人間だと思ってませんから、免許がね、今更一枚私のことにあるかないかぐらいで、なんですか、もうそんな影響を受ける人間じゃないと思ってます、自分のこと。実際多分そうだと思うんですけど、別にいいじゃないですか、免許の一枚持ってなくてもね、タクシーこうやって呼べば来てくれるし、まあ最近ではタクシーアプリとか便利なものもありますしね。いや、自動車だったら自由度が広がるだったり、そう、それはある種確かにその通り、自動車があれば自分の、ね、自由自在な移動することが可能です。ここに路線バスの線路が通っていないからといってそこへ行きたいという場合にも大丈夫、タクシーをいちいち呼ぶ心配もありません。しかしその代わり、じゃあ例えばここまで自動車で行ったならば、帰りはまた自動車で帰ってこなければならないわけです。行きは道路で行きました、そして目的地に駅があったから、帰り鉄道で帰ってこようかなという時にそれはできません。なぜなら自分の自動車を家に持って帰らなければならないから。まあそこで捨てて帰れば別かもしれないけど、自動車をそういうところに捨てることは多分難しいでしょう。自由度が高まるというふうに考える人は多いのですが、自動車の中ではアルコールを飲むことができないし、眠ることもできません。これが本当に自由度が高いのかどうかというとかなり微妙です。そして運転中他のことができないというのも、これもまたかなりの自由度を低める要因になります。だから自動車を持つと世界が変わるというふうなことを言いまして、多分実際にそうなんだろうと思いますが、しかし私の世界はもう私にタクシーという便利な移動手段があるからすでに変わっています。横浜国立大学へ行くのにね、あんな陸のこと大変だ大変だと思ってたんですが、正直今は大変とは思っていません。ただ横浜駅のところへ行って、どうも横浜国大へお願いします、経営学部門のところは入って、右側にポストが見えたらば、そこ左に曲がってください。であそこの横断歩道のあたりで学生が渡ってるところありますから、その手前でお止めいただければ大丈夫です。はい、1540円、はい、じゃあ2000円でお願いしますということをやれば、大学にはですね、ものの10分やそこらで到着できることが分かりましたので、もう十分に世界は変わりました。自動車というのは便利だということは私は承知しております。そしてその便利な自動車を今後も活用したいと思います。私は自分では運転しません。そういうことです。タクシーの二種免許を持っている運転手さんの方が私よりは運転は上手いでしょうから、上手い人にお願いして制度のお金も払いたいと思います。だいたい自動車もね、実際にまあよく利用してますけど、維持費とね、それからタクシーのこう払う額と比べたら、なんだかんだね、どっこどっこになるような気がしますよ。年間自動車の維持っていくらぐらいかかるの？50万ぐらいかかるんですかね。でも私タクシー年間に50万は乗らないと思いますよ。で乗ってたとしても大半は大学へ行くためのお金だしね、大学へ行くときに結局横浜駅に自分の車があるわけじゃないんだからあれだし、あと横浜駅から大学までの時間、その、ね、タクシーの10分間とかで結構授業の準備とかしますし、あれもね重要な時間なんですよね。だから全然免許なんか必要ないなと思ってます。まあ、ただ一つ言うとすれば、まあ、将来どうなるか分かりませんので、とりあえず取っておいて、後でもしかしたら役に立つことがあるかもしれないという気は、まあ、確かにしなくはないのです。今実際に取る余力が全くないのかというと、実は可能ではあります。将来免許が取ることが非常に困難になった時にですね、あ、今免許さえあればという時に、免許がないことによって何か困るようなことが
もしかしたらあるのかもしれないけれど、でもそれよりは今免許を取らないで、その分ここで YouTube の活動に邁進することによって、あの時免許を取ろうということをしなくてよかったなと、将来もまた免許を持っていない状態の私が10年後とかにね、正解だったなと思うようなこともあるんじゃないでしょうかね。あとは将来の楽しみをちょっと取っときたいっていうのもあるかな。運転なんか怖くてやりたくないと思いますけど、もしかしたらロッククライミングとかに挑戦するよりは安全なやり方だと思いますんで、もしかしたらね、いつか気が変わって運転したいということがあるかもしれません。その時に取ったっていいんじゃないですか。どうせ今免許取っても運転しないんだからね、ペーパードライバーなんだったら一緒でしょうと、大体そんな感じでしょうか。私は免許は取りません。ご視聴ありがとうございました。